407は、フランスのプジョーが製造、販売していた自動車である。リュック・ベッソン制作の映画、タキシー4、タクシー5で登場したことでも有名。2004年に発表、発売開始された。日本では2005年から販売が開始された。ボディタイプは、セダン、SW、クーペがラインナップされている。スタイリングは、大型のエアインテークグリルと切れ長のヘッドランプが特徴的である。ボディサイズは406より拡大され、セダンが全長 4676mm、全幅 1811mm、全高 1445mm となっている。エンジンは 1.8 リットル、2.0 リットル、2.2 リットルの磁気音、1.6 リットル、2.0 リットルのハディ自家。4ディーゼル、3.0 リットルの V6、2.7 リットルのハディバイディッド6ディーゼルをラインナップしている。日本導入モデルは 2.2 リットル自家4と 3.0LV6 である。駆動方式はいずれも FF。トランスミッションは 1.8 リットルと 2.0 リットル、1.6 リットルディーゼルに5速、MT。2.2 リットルと 2.0 リットルディーゼルに6速、MT が 2.0 と 2.2 リットル、2.0 リットルディーゼルに4速 AT、3.0LV6 に愛信性6速 AT がそれぞれ用意されている。AT はいずれもティプトロニック付け。サスペンションはフロントがモータースポーツ仕込みのダブルウィッシュボーンで、リアが406にも搭載されたマルチリンクとなっている。一般的なダブルウィッシュボーン式サスペンションは、荷事に応じて、左右に首を振るハブキャリアをそのまま上下のウィッシュボーンで支えているが、407のハブキャリアは2つに分かれており、ウィッシュボーンで支えられる部分は固定され、そこにマウントされた小さなハブキャリアだけが首を振るという、極めて特殊な構造とするなど、動きの滑らかさにこだわったプジョーらしいメカニズムを採用している。また、電動パワーステアリング、ABS、IBD、計9つのエアバッグなどの安全装備を搭載し、ユーロンキャップでは5つ星評価を得ている。ボディは一般的なモノコックであるが、サブフレーム等は計合金が採用されている。2007年に 2.2 リットルエンジンの出力向上などの一部改良を行った。2009年2月マイナーチェンジ。ボディ同色バンパーや新デザインのナビゲーションなどを採用した。また、グレード構成をセダン SW ともに 2.2 と 3.0 の2つに整理した。2011年、607との統合後継モデル508の登場に伴い、モデル廃止。ありがとうございます。